ねえおじさん、私あの人知ってる。おお、お嬢ちゃん、若いのに通だね。そう、ありゃバンタム級ランク1位のジャッカル八木沢だよ。お前ボクシング好きなのか。うん、ひまわりでよくみんなで見てたよ。ジャッカルのパンチってすごいんだよ。本当によく知ってるね。そう、彼の右は音速の右って言われてるんですよ。そうなのか。ねえおじさん、私握手してもらってきてもいい？ああ。ねえジャッカルさん。ああ？私ファンなんだ。握手して。うるさんだよガキが。ふん。何にも知らねえで。くそ。ああ、やっと手に入れたチャンスだってのにな。だったらなんでこんなとこで飲んでたんだ。いいんだよ俺は。どうせ何やったって結果は変わらねえんだ。え、どういうこと？さっきは悪かったなお嬢ちゃん。お嬢ちゃんの期待には応えられないんだよ。俺は明日負けるんだ。何？もしかしてお前ジャッカルさん、私信じてるよ。ジャッカルは強いって、絶対に勝つって。応援してるから頑張ってね。沢田工業です。ご用の方は発信音の後にメッセージをお願いします。ああ、ジャッカルに50万。即金で。お客さん。あ、マスターのおじさん。これで明日の試合は掛け試合じゃなくなったぜ。ありがとうございます。なんとお礼をしたらよいのか。ふん、礼はいらねえよ。八木沢に連絡してやったらどうだ。はい。さすがだね、おじさん。これで明日のタイトルマッチ楽しみだね。ああ、そうだな。